まずはスタートホールです。ここはいいアプローチでしっかりね、はい、上りのバーディーパット残して、気持ちよくバーディーでねスタートしていきました、はい、取るべきスタートホールのこのパー5バーディーを取りました岩井千怜。3番です。ここは長いバーディーパット、いや、よく読み切りましたよね、はい、結構左から右に曲がったラインでした。その後4番でボギーとしたんですが、圧巻はこの5番、左足下がりのラフからのショット、うん、これがカップに行って最後はショットでのイーグルとしたホールに決まりました。これは嬉しいね、イーグルですよね、はい、ここから本当に勢いづきました。7番パー4のセカンドショット、少し、ね、この辺り風も吹いたんですけど、しっかりと、ね、こう風も計算して上りのパッティング残しましたよね。バーディーパットもしっかりと沈めました。この後8番でもバーディーを取りまして、前半ラストの9番、ここはちょっと長めのバーディーパット残しました。本当に惜しかったですよね、前半は1イーグル4バーディー1ボギー。後半入って12番のパー3、後半入って前半の勢いのままバーディートライをしつつ、この12番ショットホールの、ね、ショットも素晴らしかったです、はい、2人の、ね、微妙なラインでしたけどもしっかりと読み切りましたね、うん、12番で後半最初のバーディー、そして13番パー4、短めのパー4ですが左足下がりのショットしっかりと、ね、手前につけて、また上りのバーディーパットです。これを奪って連続バーディーとなりました。その後は惜しいシーンが続きました。そして最終18番、ちょっとアプローチ寄せきれずというところ、最後も惜しいパットでしたけどね、はい、それでも12アンダー単独トップとなりまして最終日へと入っていきます。